ュートランスと現実世界の違い、現実的な乱開発のために、と題しまして、クギヅメが丘より発表させていただきます。まあ、シブトランスの乱開発と現実世界の都市開発は何が違うんでしょうと考えてみましょう。まず、分かりやすい例としては、シブトランスは地形や建造物が一マス単位であるのに対して、現実世界だと、まあ、形に制約なんてものはないとか、シブトランスは需要が常に一定ですが、現実世界では時間帯、曜日、季節などで変動がありますとか、シブトランスでは車庫ボタンで編成を増やすを連打すれば増やし放題ですが、現実世界では乗り物の数に上限があるとか、まあ、いろんな違いがありますね。まあ、これらの違いは、まあ、頑張って縛りプレイをすればどうにかなるとして、まあ、他にも、例えば旅客や貨物の挙動が違いますとか、まあ、道路上での車の動き方が違うとか、まあ、都市の発展の仕方が違うとか、まあ、いろいろ違うところがあると思います。でも、これらの違いって、実際にどう違うっていうのを説明できる人ってあんまりいないと思うんですよ。で、どう違うのかがわからない以上、まあ、現実に近づけるっていうのもなかなか難しいんじゃないかということで、今日はシブトランスの乱開発をリアルにするために、現実世界について知っておこうということで、まあ、これらについて話をしていきたいと思います。本日のメニューとして、まあ、旅客流動のお話、道路交通の話、そして街づくりのお話ということで、じゃあ、応用できる話をしていきます。はい。コメントにある通り、ANS8、アリスさんのサーバーのスクショを時々使わせていただいております。まず、旅客流動編です。こちらの A という駅から B という駅に移動することを考えます。青い路線と赤い路線があって、まあ、P 駅経由と Q 駅経由の2つがあります。シブトランスの、スタンダードでは、ルートコストが一番小さい経路が選ばれますので、赤い、P 駅経由は13駅プラス1乗り換えで21、9駅経由は10駅プラス1乗り換えで18、よって、全員が9駅経由を使います。じゃあ、エクステンディッドの場合はどうか。駅に着いてから、まあ、目的地に着くまでの所要時間が一番短い、一番早く着く経路が選ばれるということになっています。まあ、例えば12時発という場合を考えてみると、P 駅経由だと12時44分に先着です。で、9駅経由だと12時37分に早く到着します。したがって、エクステンディッドでもやはり9駅経由に全員が乗るということになります。じゃあ、現実世界はどうなんだというと、実際は P 駅経由と9駅経由が3対7ぐらいで存在します。まあ、全員、シブトラだと全員乗るのに、実際には全員乗らない。なんでやという話ですね。で、ここまでずっと、まあ、ルートコストだったり、所要時間だったり、まあ、主に時間について見てきたわけですね。ところが、実際は、運賃がこう違うと。P 駅経由の方が安いとか、乗り換えにかかる時間が違う。P 駅経由だと4分ぐらい歩けば着くけど、9駅だと7分間歩かないといけないとか、P 駅は始発駅だから座れるけど、9駅乗り換えだと全区間立ちっぱなしになるかもしれないとか、まあ、いろいろな要素があるんですね。で、どれを重要視するかっていうのが一人一人違うから、実際は3対7になっているというふうになります。で、まあ、じゃあ現実的に寄せるにはどうすればいいんだろうというと、まあ、どっちか一方にドーンと全部運ばせるのではなく、両方に分散させるのが、まあ、現実に近づけるための第一歩かなということですね。ところが、まあ、実際のところ、運転系統と旅客流動の両方を再現するのは難しいそうですね。実際何貨物駅なんでしょうね。先ほどの表紙画像に全て答えが書いてありますね。続けますと、まあ、実際にね、シブトランスのマップ上で運賃のデータなんか作れるわけないですし、まあ、最適度とかはエクステンディッドに若干ありますけど、まあ、すべてを再現するのは難しい。まあ、案としては、例えば、じゃあ、X 線に急行を流してルートコスト一緒にしたらいいじゃんというふうに考えるんですが、これは、
あまり良くないアイデアです。実際は半々になるのではなく、割と不安定にどっちかに偏ります。エクステンディットだったら、例えばここだけを走る電車を増発して、P 駅で乗り換えても B 駅に早く着くような時間帯を作ってあげるという方法があります。で、あるいは Y 駅の沿線、A 駅のこの辺りにバス停を作って、直接 X 線にバスで運んであげると、まあ、大体ここの区間の割合は分担できるんじゃないとか、まあ、あとは諦める。Y 線に赤棒が立たないようにパッセンジャーファクターを十分下げて、ここはもう空気輸送で飾りにしてしまうとかね。あります。あと、先ほど強制降車の話がありましたように、これ P 駅と Q 駅両方に強制降車をつけると、一応、いい感じに分担するはずなんですが、実際はね、他にも接続駅がたくさんありますから、ちょっと難しいかなって感じですね。で、さっき、ちらっとコメントで見かけたんですが、これ学問的にもちゃんとあって、時間と運賃と、まあ、快適度を全部まとめた費用という概念がありまして、まあ、それに関していろんな研究がなされています。このようなシムトランスの延長上にありそうな研究もたくさんあります。ということを紹介しておきます。時間がやばいぞ。道路交通編。次、道路交通のお話。東京から名古屋まで車で走るとき、東名と新東名、どっちを通りますかという話ですね。まあ、大体早い方を通るでしょう。で、混んでるときは、これは結果的に所要時間がほぼ同じになります。で、という現象をちょっと説明して、シムトランスに応用したいよねというお話をします。まあ、所要時間が同じになるってどういう理屈なんだというと、要はこっちの方が遅いってなると、車が減ってこっちは車が増える。で、こっちの方が遅いってなると、こっちは車が減ってこっちが増えるっていうのを繰り返したら、気づいたらほぼ同じような感じになるよねというお話ですね。まあ、一般化すると、使われている複数経路の所要時間、あるいは道路の規格が同じだったら交通量が大体同じになります。言い換えると、同じ規格の平行道路があるのに片方だけやったら車が走ってるとか、上り線と下り線で混雑があべこべになってるみたいな、シムトランスではあるあるなんですが、これは現実的ではないよね、というふうに言えます。これも LNS8 ですが、このように平行する高速道路があったら、まあ、同じくらいの交通量になってると、それっぽいよね、というお話ですね。例えば中継点を設定してあげるとか、交通量が多い偏ってる道だけ規格を上げて無理やり幹線道路感を出してあげるとか、そういう解決法があると思います。まあ、これをパッといきますが、今言った原則というのは、これも交通工学的にいろいろと説明されていて、まあ、いろいろ研究がなされてますよというお話です。で、最後、まちづくり編。シムトランスと現実世界で街づくりにおいて大きな違いは、シムトランスは街が永遠に発展し続けますが、現実では街がどんどん衰退することがあるというお話ですね。はい、軍艦島です。正解1ポイント。で、街づくりって実際はいろんな法律があったり、いろんな制度があったり、いろんな立場の人が絡んでいて、とても説明できるものではないんですが、まあ、街づくりの制度の中で、シムトラで考えたらちょっと面白そうだなっていうものを紹介してみますね。用途地域というものがありまして、はい、あと1分。都市の中でどのように土地を使うかというのを決めているものがあります。東京都町田市の例ですけれども、ここに私鉄と駅がありまして、駅の周辺は商業地域となっていて、駅から離れたところは全部これ住宅地という感じで、土地の使い方が割り振られている。実際商店とお家と工場が並んで立っている場所ってあんまりないので、こういうのをちゃんと分けてあげるとちょっと都市っぽくなるかなと思います。まあ、もともとパックセットがあんまりごちゃ混ぜになってたら意味がないんですが、でもう一つ、立地的成果計画ということで、お家や都市機能を立地させたい場所を、市町村が決めている場合が最近増えてきています。例えばこれは大阪府八尾市の例なんですが、これ下がお家で上が商業なんですが、まあ、山側は土砂災害が多いからあんまり人住んでほしくないなとか、旧法寺駅、八尾駅の近くは栄えてるから商業集まってほしいけど、四季駅の近くには集まってほしくないなとか、まあ、そういういろいろな、八尾空港のあたりはあんまり人が住んでほしくないなとか、
そういう立地の制度があります。まあこういうのも考えながらやって、特にね土砂災害とかあんまり仕事らでは考えないと思いますけど、考えてみるのも面白いんじゃないかなという話でした。おまけ、発展する地域って何なんだろう、どういう地域が発展して衰退するのか、これはね私が知りたいですね。いろいろな研究がこれもなされています。シュートランスではね、振りかけすれば勝手に発展していくんですが、現実世界で発展させるにはね、いろんなものを考えてもなかなかまだ未解決の問題で、これは多くの機関や研究者が取り組んでいる課題とも言えます。まあ、最後に、シュートランスで現実を完全に再現することは難しいんですが、まあ、現実世界についていろいろ知っておくとシムトランスでも応用できるんじゃないかなというお話です。まあ、現実世界にももっと関心を持ってシムトランスにも活かしていきましょう。良い乱開発ライフを、ということで、じゃあというわけで終わります。以上です。はい、発表ありがとうございました。時間オーバーしてしまって申し訳ない。ご質問ある方どうぞマイクをつけていただいて。あ、よろしいでしょうか。はい。はい。どうも発表ありがとうございます。K トックです。はい。この現実世界に、その、シムトランスの世界を再現したいっていう、ので、何かその参考になる、ぬぬめの本ってありますか？本ですか？本です。書籍は、実は自分はあんまり本を読んでいなくって、そうですね。ちょっと勉強不足で申し訳ないんだけど、あんまり本は読んでないですね。ああ。論文はどうしても研究の関係で読むことがあるんですったり、まあ授業で習ったりはするんですけど。なるほど、なるほど。という感じですね。ああ。じゃあ、あれ、授業で扱う本とかっていうのは、あ、それはインターネットで調べたら出てくるかな。ちょっと割り込んでいいですか。はい、どうぞ。つてがありまして、こういう学会がございますので。ああ、なるほど。都市計画系だと、日本都市計画学会と、あと土木計画学会。ああ、ありますね。今、土木学会の、なんだっけ、D さんだったかの論文集出してるところですけれども、うん、この2つがあって、まあ、都市計画、土木計画系でいうと、その2つでなんか、どっちも J ステージに載ってるので、うん、適当に論文を探せばいろいろ出てくるんじゃないかなと思います。で、あと川越さんが貼ってはるように、土木系のシリーズの中で計画系っていうのは何種類か本が出ていて、まあ後で個別で聞いてもらったら教科書こんなの使ってたよとかいう話もできるので、はい、土木計画系も探しておいた。はい、あんまり喋りすぎると見バレするからよくない。はい。という感じですね。ありがとうございます。ちょくちょくエクステンデッドについて言及されてましたけど、まあ、はい、そのことについては、まあ、後で言えるかな。例えば、そうですね、この辺とか、はい、この辺とかかな。話ですね。まあ、正直もいつも言ってとは限らないんで、例えば12時発として考えているので、頻度もそうですし、そう、思ったより行く線上変数が。そういうのについては、なんだろう、スタートする時間が割と重要になってくるので、結局、まあ、7対3にはならないにしても、9対1くらい。まあ、実はこれ、ちゃんと調べてて、12時0分から12時59分まで、どのタイミングで調べても、絶対に青のルートの方が早く着くんですよ。はい。うん。というダイヤになっているので、まあ、そういうダイヤそう、まあ、みんな知ってると、もう気づいてると思いますが、これ、泉ヶ丘駅から御堂筋線本町駅までなんですが、そう、実際にどの時間に出ても、
ナンバーキーの方が早く作る。早く作るんだったら。そこを、さっきの工夫って書いたように、例えば中本行きの電車を増発して、こっちで乗り換えた方が、先に着くような瞬間が存在するならば、多分10-0ではなく、ちょっとは流れるよね、というお話ですね。実際赤棒が立ってる立ってないとかでも変わってくると思いますけど。はい。という感じで、まあ、後の発表楽しみにしておきます。はい。ありがとうございます。